インスタ360から出たね、新しいエースプロっていうアクションカムを、まあ、ついに導入しました。GoPro の絵が好きなので、なかなか買わないかなと思ってたんですけどね。ちょっとこちらを導入しました。一応画角はデワープっていうやつを使ってます。同時に GoPro12 の方も撮影してます。こちらの方は HDR モードのリニア水平時のものですね。こんな感じでね、ちょっと GoPro で撮ってますけど、車載する時の適当マウントで載せてるのでね、正直360度水平維持のある GoPro 以外は車載では使わない格好になるかなと思うんですけど、うん、なのでまあ車載してるのは未だに GoPro の11なんですけどね。今日はエースプロの方と GoPro の12の方のちょっと取り比べを、ね、していたいかなと思っております。まあ車載の映像の取り比べというよりも、今日はどっちかというとね、はい、停止時の映像の取り比べですよ。スパイダーを出してくる理由っていうのがね、やっぱりその、まあ、うちのスパイダー白色なので、ホワイト、ビワンコ。白っていうのはね、カメラ映像的にね、一番色が出しにくいカラーだと思います。それがね、まあどう映るのか、ね、それを見比べてみようかなと思います。ワイパーゴムがもう劣化しちゃったね。公園だ。今日はダメなんですか？今ね、満車なんですよ。あ、満車なんですか？第2、第3に。わかりました。ごめんなさい。はい。ありがとうございます。すいません。すいません。駐車場を止めようと思ったら、止めれないことになりましたね。あ、一応空いてるな。こっちにほんなら止めようか。ここで止めまーす。よっと。GoPro12 リニア水平維持の HDR モードと、Ace Proデワープの 4K30 フレームオート HDR、 そのモードの取り比べをしてみようかなと思います。さあ、あんまり大して長いはしませんが、これで白いボディどう映るかですね。見比べてみようかなと思います。どうですかね、画角的にちょっと広い、こんな感じの画面に見えますね。はい。あ、やっぱちょっとの坂、横伸びするな。画面的にはこんな感じですね。めちゃくちゃに横伸びする画面になるな。ローアングルで撮った場合だとこんな感じ。はい、こんな感じですね。ちょっと水平維持同士に変えてみました。水平維持とデワープとじゃ画角違うんだね。うん。逆光での映像です。どう映ってるんでしょうか。ね、見た目がだいぶ違うかなと思います。で、ちなみに、まあ、GoPro はね、もともとシャープネスが強いんですけど、こちらもね、エースプロの方もシャープネスが強い状態になっているので、一旦ちょっと弱くしてみたらどうなるのかね、見てみましょう。はい、ちなみに続けて画面のシャープネス度を標準の高からね、インスタ 360T の方に変えて撮影しています。HDR 両方とも撮ってるモードで
どんな感じに映るでしょうか。あ、水平自動詞で見るとインスタ360の方のが画角が狭くなるんだ。はい、こんな感じですね。 HDR モード、色合いが綺麗に撮れていればそれでこそね、インスタ360の意味が出てくるかなと思います。ちなみに空の色はこんな感じですね。よいしょ、さあ帰るぜ。次はね、ちょっと動画の状態がどうやって映ってるのかね、私自身まだ帰って確かめないことには見えないのでどうなってるのか分かりませんけど、はい、戻ってってね、確かめる前に次はライブの方でスーパービューとアクションビューかな、それの比較テストをしてみようかなと思っております。まあメインはそちらです。車の中ではね、多分まあこのインスタ360の方はあまりまあ使わないかなと、っていうかまあメインが多分ね GoPro、まあ、360度モードがあるので GoPro しか多分使わないんですよ。で GoPro でメインでやってるとインスタ360、はい、音合わせができない。どうしてもね、インスタ360と GoPro と時間がね、異なるんですよ。30分も撮ってるとね、割と時間がずれてくるので、ずれても困らないように、安定度合いとかで言うのであればね、Ace Proの方がちょっと安定するかなと今のところは思ってます。なんせ GoPro ね、マイクジャックちょこっと触っただけで音声が切れちゃうとかね、そういうのが大きくありすぎるんですよね。さあどんな感じで撮れてるかね。水平視の画角これぐらいだったら Ace Pro 使えるよね。